埼玉青ナスを見ると、まず最初に誰もがその色と大きさに驚いてしまいます。ときがわ町では御紹介という栽培グループによって生産されており、毎年7月の中旬頃から丸々と見事に育った青ナスが収穫されています。アクが少ないんです。それと果肉が緻密だから、こう果肉が締まっているということで、したがってこう歯触り、シャキシャキ感とか歯触りの違いがだいぶございます。もし栽培してみたいという方があれば、苗も作って販売をしています。昔からの伝統の野菜、私たちが栽培しているナスの味もぜひ味わっていただきたいと思います。こんなに大きくても値段は地元ならではの安心価格。普通のナスよりもアクが少なく、しっかりとした食感でありながらもとろけるような味わいは女性やお子様にも好評です。いろいろな料理と相性が良い埼玉青ナスは、ときがわ町のさまざまな直売所でお求めになれます。